にちは。こんにちは。福岡県から来ました水溜高木、13歳、中学2年生です。水溜という名字は全国に8世帯しかありません。由来は竹岩達をご祭神とする阿蘇神社にあります。阿蘇神社を建立するときに責任者として抜擢されたのが、当時若干16歳だった元吉さん、僕のご先祖様でした。日本三大楼門と呼ばれた立派な楼門を建て、長い年月をかけて神社が完成しました。阿蘇神社には神の泉があります。完成の上に神の泉を守りし社を建てし者という意味で水溜の名を頂戴したと聞いています。そんな神社に縁の深い家系に生まれた僕ですが、もともとは神社や神様に全然興味はなくて、親が神社に行くのに付き合うのも嫌でした。神社に行ってもつまらないし、神様とか神社とかどうでもいいと思っていました。しかし昨年の7月に母が広島で体験勉強会をするのに仕方なく付き合わされて参加し、そこで初めて神道の心を伝えるとの活動を知りました。それまで僕は母が何をしているのか知らなかったんです。その時に日本に住んでいる日本人だけど、日本の歴史や成り立ち、日本人として大切なことを何も知らない自分に気づきました。そんなの知らなくてもいいと思っていたし、外国の方がかっこよくて素晴らしい、日本なんて古臭くてダサいと思っていたんです。その後、夏休み中に博多で体験勉強会やリーディング認定講座を行いました。自分の守護神が峯木の御事だということも知り、神様や古事記にちょっとずつ興味が出てきました。そして夏休みの最後、9月の2日に母から暇なら一緒に小坂先生の講話を聞きに行こうと誘われました。小坂先生って誰と尋ねると、行ってみたら分かるとしか答えてくれませんでした。体験勉強会で仲良くなった鶴永さんが来るというので、とりあえずついて行ってみたら、小坂先生の話の面白さと分かりやすさに衝撃を受けました。また小坂先生が会社を7つも経営している社長で、そんなすごい人が語る幸せな成功者と不幸な成功者の話にもものすごく納得できました。学校の道徳よりも古事記を学んだ方が人生のためになる、これはぜひ友達にも教えてあげたい、そのために公認講師を目指そうと思いました。あれだけどうでもいいと思っていた神社にも興味が湧いて、自分の守護神が祀られている神社を訪ねたいと霧島神宮に連れてってもらいました。自分から神社に行きたいと言ったのは初めてかもしれません。そこでは今まで感じたことのないような強い神気を感じ、神様の気配に圧倒されました。お宮の中だけでなく、周りの木にも大地にも花にも岩にも風にも全てのものに神様が宿っている、これが八百万の神なのか。時間を忘れてしばらく佇んでいると自然と清らかな気持ちになり、神社の良さが分かったような気がします。それから 2,3 週間後に今度は大分で子供こじきプロジェクトがあるというので母に連れてってもらいました。子供にも大人にも分かりやすく古事記や八百万の神々について説明し、神並べゲームなどで遊びながら神様の名前を覚えたり、いつの間にか道徳が身についているという素晴らしい活動です。実際に参加してみると、あっという間に神様の名前が覚えられて、ものすごく盛り上がって楽しかったです。その帰り道、自分の学校で子ども古事記プロジェクトをやりたいと決意し、校長先生をどう説得するか作戦を立てました。翌日からこの活動のことを担任の先生や友達に伝えると、興味を持ってくれる人も何人かいました。神社が好きな人や神様が好きな人は中学生にも結構いるものなんです。友達の中には母の体験勉強会に一緒に来てくれた人もいました。結果的に校長先生の説得は失敗しました。担任の先生も協力してくれましたがダメでした。僕
自身がもっと大人を説得できるだけのプレゼン能力を身につけなければならないと思います。神道の心や古事記を学ぶことはこれからの時代に必要で大切なことです。昔は古事記を教科書で学んでいたそうですが、戦後それはアメリカに消されたそうです。だから僕たち若い世代はそういうことを学ぶ機会がありません。学校の勉強も大切ですが、道徳観や思いやり、感謝の心など人として大切なことや人生を豊かにする秘訣は古事記の中にあるのに学べる場がどこにもないんです。そこで僕は公認講師になり、伝える立場となって身近なところから少しずつ周りに広めていけたらいいなと思います。大人が説明するより子供が同じ目線で語る方が子供には受け入れてもらいやすいのではないか、そんな風に感じています。人前で話すのは苦手だし、全国に広めていくにはたくさんのハードルがあると思います。でも諦めずに乗り越えていきたいと思いますので、応援ご協力をお願いします。あと10日で平成が終わり、令和の時代が始まります。自分のことだけを考える世の中ではなく、みんなが互いを認め合い和合する令和からは、そんなしだす国をみんなで作り上げていきたいと思っています。よろしくお願いします。